Thank you.
よし。手洗ってプール。うん。え、やめろ。やめろ。お疲れ様です。喉が痛くて。いただきます。美味しそう。この前も作ったばっかりだけど、またポテサラ作っちゃった。ポテサラは大好きだから毎日作ってる。でも前よりなんか全然中身が高価。そう、高価だね。ベーコン入ってる。美味しいよ。これはまあ見ればわかるけどね、うん、ビールのつまみみたいな感じだね。美味しいね。これしかないの？これはそれしかない。へえ。一回ちょっと冷凍しちゃった。納豆のつまみになるよ。これはサバだ。サワラ。サワラ。サバじゃないんだ。サワラ。サワラって何？サバの親戚。わかんない。気をつけて食べて。骨多いな。まだまだある骨が。ちょっとずつ食べないと。そうだね。まあ、でも美味しいね。これなんかわかる気がする。なんかちょっと。ペタンコになってる魚でしょ。ペタンコになってる魚。うん。何それ。この味わかる。韓国でもよく食べてる。ヒラメとかカレーと間違えた。そうなの。なんか体がペタンコになってる。わかんない。そんな感じだはず。かなりこいつ骨を隠してる。恐ろしい。どんなお酒？何でも。日本酒でもいいけど。日本酒か。逆にお酒に合わない料理ってあるのかね。確かに、うん、韓国ではコップラーメンとかコップ麺とかキムチとか。カップラーメン。カップでもコップでもカップでもコップでも同じや。これが何？お酒に合う？これでよくお酒飲むでしょ。カップラーメンで。カップ麺とか。まあ別に日本も飲むっていうか。多分韓国は汁が欲しいんだよね。うん、汁が出るから乳酸と麺。うん。ソジュがあんま美味しくないからね。ソジュがあまり美味しくないからそれをごまかすつまみが必要なんだ。それがスープじゃない？味、なんか味が濃かったりとか、おつまみって大体味が濃いな、辛かったり。あいつのガリガリやつ。ポテサラはもう文句なしだね。これはもうポテサラの職人くらいのレベルになった。どこで食べてもこれより美味しいポテサラは食べたことがない。そんなことない。だいたいこうやってしっとりさせたのは YouTube のね、リュウジのあれを見てやってたから。まあよくわからないけど。私の技じゃないんだから、うん。これ以上のポテサラを作るために
努力する必要はないと思う。うん、まあ、これでいいかも。うん、この辺で、うん、じゃあ気分によってまあコーンを入れるとか、うん、ものかもベーコン入れないとか、おもちゃを買ってきた。あれか、うん、あれちょうだい、切るやつ、見て見て、あれじゃん、音鳴るやつ、かわいいね、あれちょうだい、危ないから、いいでしょもうあのね、私の、 あの靴下で運ぶのはやめてもらいたい、それで遊んでください。あ、よっか、うん、開けていいの、いい、はい、これだ、これだ、お、お、喜んでる俺の靴下を売る靴だ、音がなんか喜んでるかな、喜んでるよ、ほら喜んでんじゃん、やっぱりこういうじゃないとね、こういうものさがいつもね、ウェイトティッシュね、袋持ち歩いてたから、これがいい、レッドティッシュみたいなのするじゃん、確かに、いいじゃんほら、中に持ち帰っちゃった取られるのに怖いんですけど、喜んでんじゃん、よかったですね、アンズ、えい、これは俺のものやー、イエーイ、あれ、あれほら、アンジュー、これ、硬いのかな、硬いの、硬い、硬いの中で、噛むのは好きじゃない、そうね、柔らかい、